本日2022年11月9日こちら、田尾寺駅から少し、西の方へ、行った坂を、丘を登ったところなんですけども、こちらの横の、道路の横のこの植木、こういった形で一応あの辺りとかも全て伐採したはずなんですけども、また何か植え込みという何かよくわからない動きをされてますね。まあ以前にその伐採した後の記録写真で記録を持ってたんですけども、結構中の方がスカスカになっていて、あの虫に食われているような状態の木もありました。ですので、必ずしも葉っぱがついてるからといってその木が、木材として使用できるかどうかはまた別話です。であんまり植えていたらやっぱり道路にこういう風に亀裂が入ってきますんで、なぜこんなことをあのわけのわかんない工事をしているのか、みんなの税金を使って本当にもうここもほら亀裂入ってるでしょ。でそのうち地面が盛り上がってきます。で根っこが成長しますから、だから歩きにくくなるから正直真ん中の中央のところだけでいいんじゃないですか。あったらあったでこうやって落ち葉だらけになりますから。でまあ一旦、映像は木のことについては、終了します。